この人のの人解解説説は素晴らしいいと思う解説者の方いますからできればダメな人も聞きたいですか。素晴らしいか素晴らしいって難しいですよねなんかこう手放し賞さんみたいに捉えられるとねなんかその人が変なこと言ってたとしてもいやでもレオさん言ってたからこの人言ってること全部正しいって思われてもきついからねでも僕はあれですけどね本当はあのあの解説っていうか実況してる時に解説見たことですけどあの北川さんの,あの実況は大好きですねあれトーク番組なんですよ僕の美学というか哲学ですけどトークあのさっき サッカーをテーマにしたトーク番組なんですよ。今行われてる映像を見せての。だから大喜利みたいなことなんで、このサッカーの試合をお題にして、この、えー、番組を楽しみませてく で、お題にするってことは、そのお題を見たい人っていうか、それを楽しみにしてる人だから、このトークだけが盛り上がるっていうか、そっちが先に行き過ぎてもダメなんです。だから、ダメな人で言うと、あのー、昔の玉野さんとかさ、なんかこう、自分のトークで面白いことを言おうとしすぎて、結果、試合を邪魔してるみたいな解説が多かったね。で俺はあれダメだと思って。ちゃんとこの、 例えば、アーセナル・チェルシーとかを楽しみにしている人が、アーセナル・チェルシーをより楽しめるようになるみたいな。だから、北川さんのやつがすげえいいのは、あのイタリアのセリエ A のサッカーを好きな人がより一層楽しくなる情報を提供してくれるから、すごいいいと思う。だ松木さんとかもあのー ボケてるんだけどさ、ボケてますっていうよりさ、自然とそういうこと言っちゃうおじさんみたいな、ちゃんとギミックっていうか、キャラを確立してて、日本代表の試合を一緒に応援してるっていう楽しませ方。だから、付加価値をちゃんとつけれてるじゃん。内田も行け、内田もとかさ、言っちゃいけないことじゃないじゃん。本当に内田が行った方がいいしさ、あの状況で。誰だったっけなパクチソンだけど誰、誰が4人いるねみたいなやつとかさ。本当にそう見えるぐらいすげえ走ってるとかさ。でもなんかこう、何ひねってボケて、僕のセンス見てくださいみたいな感じもないじゃん。だから僕は本当に毎回こういう話してたときに、マスキさんいいなと言うし、 北川さんいいなっていうって言ってたらなんか回ってきたわさんが時々生配信見てくれてる時もあるみたいありますね。うん、でダメな人は批判的な上に間違ってる人ではもう最悪ですねっていうのはまあ過去に言ったやつがもうん、いっぱいありますけどねアーセナルの解説してる時の渡辺一平さんとか清水さんとか結構ひどかったですね冨安がオーバーラップしないといけないみたいなやつとかなんかこうそこじゃないだろっていうそのサッカー全体の現象を捉えてなくてすげえ印象論で語ってみたいなのがありましたね。 とかあの、ドルトムント大セビジャーったかなセビジャの流れがいい時はセビジャばっか褒めてドルトムントの流れが良くなったらドルトムントばっか褒めるみたいな本質と別のとこばっかり言ってなんかこう自分知ってましたみたいなこと言うあの風間さんとか嫌でしたね。